本日も月末の鎌倉にやってまいりました。早速ご紹介したいと思います。超次元超時空間消化体覚醒医学の無限大医師ドクタードルフィン松下忠先生です。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、はい、今日もですね、はい、質問が来たんです。だんだん高いってことですね。はい、どうぞ。はい、30代の女性なんです。はい、お一人暮らしで可愛いワンちゃんをお飼いになってらっしゃる。可愛いワンちゃんね。可愛い女性じゃなくて可愛い多分ね、女性も可愛いと思いますよ。はいはいはい、ワンちゃんもとても可愛くて、はい、すっごく大事にしてる。なるほどね、愛犬かね。はい、多いですよ ね、はい、そしてですね、はい、やっぱりペットの気持ちって飼い主としては知りたいじゃないですか。難しいよね。はい、うん、そのためにペットの気持ちが分かるっていろいろなセミナーが今ありますので、うん、そのところにいっぱい通われたそうなんです、うん、お勉強されてるのね、はい、ただそれでもやっぱりそこで習ったことを実践してみても、はい、本当に心が通っているのかいまいち分からない、うん、つまりこういうことでしょ。ペット自分飼い主が望んでることが、はい、ペットが本当に望んでることかどうなのかわからない、はい、って言って苦しまれる、もがかれるってことですよね、はい、やっぱり、ね、そういうことです。うちは猫ちゃんなんですけども、はい、やっぱりペットの気持ちってわかるようでわかんない、うん、でも難しいね、もっとわかりたいっていうのは、うん、飼い主オーナーとしては当然の心理だと思うんですよ。当然そうですね、はい、なのでこのあたりドクター・ドルフィン的にはどんな感じなんでしょう。まあ、ドクタードルフィンはね、一般的にはこの地球で医師というね、はい、人間を見るドクターでありますけどね、はい、私はそんなね、人間だけというね、違いますもんね、そんなにみっちい医師ではございません。水晶の気持ちまで分かっちゃいますもんね、分かっちゃうのね。だからエネルギーをね、私がどんどん進化させてますからね、はい、もうエネルギー体があれば、つまりエネルギーが振動してれば全部同じだということが分かってます、うん、でだからですね、人間も動物、ね、いわゆるペット動物も同じエネルギーの振動で少し種類が違うだけなんですよ、はい、だからね、同じ原則が適用されるんです。なるほど、うん、だから私が人間にね、今行っていることはもちろんペットや動物にも適用できる。なるほど、なるほど。ということでですね、実はここに本が出てまいりますけどね、ま、私が今手に持ってる本ですね、はい、ペットと動物の心が望む世界を作る方法、はい、という本を私が、先月の下旬に世に出させていただきました。おめでとうございます、はい、まあ、いよいよね、私も動物業界ペット業界に進出ということになるんですけども、やはりですね、人間だけ見てるとですね、これは動物たちも私は何とか救ってあげなければ、動物たちにいい思いさせなければっていう思いだと同じように湧いてくるわけですよ。なるほど。しかしね、今までこの世の中を見てると、はい、飼い主さんが望むことをやるという風潮なんですね。例えば可愛いお洋服を着せてあげる、はいはい、美味しいドッグフードを食べさせる、はい、散歩に連れて行く、はい、まあね、いろいろありますね、それはね、飼い主さんが良かれと思ってやってるんですよ、うん、そうですね。でもね、果たしてそれが本当にペットとか動物たちが本当にそうしたいかというと、そうじゃないことも実はあるんですね。だから難しいんです。特にね、病気になった時のね、はい、病院に連れて行くとかね、はい、薬だとかね、いろんなことです、はい、あとよく悩むのがね、ペットさんが死んじゃった時にね、はい、飼い主さんは、後悔するんです。私がもっとちゃんとしてあげればよかったとかね、はい、私の飼い方が良くなかった、愛情が足りなかったんじゃないかとかね、悲しい思いで死なせちゃったんじゃないかとか、はい、まあ、いろんな飼い主さんはご苦労される、はい、ということなんです、はい、だからね、まあ、そういったところをずっと私もね、実は犬を飼っておりますし、まあ、私馬術部だったし、息子に馬術をやらせてるので、はい、乗馬クラブに馬がおります。そういうことで、うん、まあ、動物に常に接してる中でね、うん、やはりその飼い主とか動物の関係者が望むことが、はい、動物が望むことではないっていう場面をたくさん見てるわけですね、はい、そこをどうすればいいかということがキーになるわけです、はい、
で今回のご質問の方もね、ご自分がペットのためにご自分の犬のために良かれと思うことが、はい、実はそうじゃないんじゃないかと、もっと他に知ってほしいことがあるんじゃないか、はい、私にできることがあるんじゃないかというふうに悩まれるわけですよ。そうですね。で私がねこの本を出したわけがそこにあるわけですね。まずですね、あの飼い主さんがペットとか動物が望むことを知らなくてもいいんだよと、知ろうとするともがくんですね。知らなくても、はい、ペットが動物が望んでることを実現しやすくしてやればいいんです、はい、それはですね、はい、どういうことかというと、本来のそのエネルギー、人間も私たちがね自分の H のエネルギーとつながってますからね、はい、そういうペットとか動物も自分たちのエネルギー、 H のエネルギー、 H というのは自分に最大限に良かれとなることしか、そういう作用しないエネルギーなんですね、はい、その魂というか一番深いところのね意識が、動物たちペットたちの意識が望むことをサポートするエネルギーのことを H というんですね、はい、H ね、でそれをねうまく取り入れるようにしてやればいいんです。でその方法をねここに一つ、まず創価体脳の中心にあります、いつも話しますね、はい、そこを活性化させてやる方法、うん、ポータルを開くっていうのは、その消化体を開くっていうのは H を受け入れやすくするって方法、まず簡単には飼い主がやってあげるワークとしてまず一つご紹介してあります。してあげられるんですね、うん、でそれが一つ目。二つ目のワークはね、例えば実はじゃあペットとか動物が望む世界だけを描い、あの実現しやすくさせても、やっぱり飼い主さんと動物の関係がいつもあるわけだから、そうですね、飼い主さんが望むことがやっぱりペットのためになるということもやっぱり必要なわけですよ。だからそれを実現させるためのワークが2つ目に書いてあります、はい、ワークの2つ目としてね、まず飼い主さんとペットの、はい、まずエネルギーを共鳴させる、お互いにし同じ、ね、エネルギーで振動させて、はい、そしてエネルギーを操作するんですね。それは DNA、 目に見えない DNA のエネルギーを操作して、はい、そこのペットとか動物の DNA のエネルギーにあるエネルギーのコード、はい、DNA コードってやつ作るんだよね、はい、例えば穏やかさが必要なペットには穏やかなエネルギーを入れてやる、ね、もっとねこう生命力が必要なペットには生命力のエネルギーを入れてやる、はい、そういったね、あの例えばそういう体の元気が必要な人とかね、回復力が必要なのにはそういうのを入れてやるとかね、奇跡が必要なエネルギーにはペットには奇跡のエネルギー、そういった方法を私がご紹介しました。すごい。これが2つ目ね。そしてもう1つ3つ目はね、あのもう少しこれがもう直接 DNA のエネルギーを書き換えるので非常に強力なので、はい、ちょっとペット、あの飼い主さんによってはねもっと優しく変化させたいという場合はね、うん、トーン、今度はこう DNA のコードじゃなくて、はい、エネルギーのトーンって、この音の調べみたいなね、はい、トーンをこの うまく調節する方法、それもですね入れてあります。で最後はですね、はい、最後はそのペットとか動物が望む飼い主になるためのワーク、はい、自分を変化させる、これが4つ目ですね。だから彼らが何を望んでるか分からなくていいの、ただ望んでる飼い主、自分になるというワークを入れてあるので、はい、結局ね、全て4つのワークを入れてあるんですけど、一番言いたいのはね、その何もね考えなくていいんだよ、ペットの考えてることなんかわからないんだから、うん、ただねそれを実現させてやる方法をここにご紹介しました。ともう少しそうなんですね、あと大事なのはね、このペットの飼い主さんもだけじゃなくて、はい、全てのね、はい、動物の愛好家の人にねお伝えしたいのは、はい、あのその飼い主になるというのはもう生まれる前から約束してるんですよ。その飼い主さんの魂の意識と、はい、ペットとか動物の意識が生まれる前に、じゃあ私飼い主になるね、飼い主で私ペットになるねっていうふうにね、
お互いが成長できるっていう関係じゃないと実現しないんですね。だからね、私が飼い主になってダメだったんじゃないかと、かわいそうなことしたってことはないんです。ペットはあなたじゃないとダメだったんですね。それからね、動物関係者でね、いろいろ保健所でワンちゃんとか猫ちゃんが殺されちゃったりね、悲しい思いして死んじゃうし、ペット動物をやっぱり引きずる人がいるんですよ、はい、そういうのを見るとすごく心に傷を負ったりね、またその自分のペットが死んじゃったりするともうトラウマになったりするんだけどね、はい、それも全部ペットが実は決めてきてるんですよ。自分が学ぶためだけじゃなくてね、はい、社会に人々に学ばせるためというお役割があるのでね、全ては必然でそれでいいことしか起きないんです。だそういった目で見てあればね、はい、彼らのそういったお役割を果たしたペットとか動物の魂も癒される、そういうことも全部書いてあります。あとね、大事なのは消化体を活性化させるためにはケイ素を取る、ワンニャンケイ素っていうのは私が今ね、ある会社が作ってくれたので、ワンちゃんとか猫ちゃんのためにはケイ素、無味無臭のちょっと優しい、人間よりも優しいケイ素、それね、あともう一つはペットチャームを作りました。水晶、私がね、松ぼっくりじゃないですか、形が消化体の形が、ね、専門家に、ね、はい、お願いしてね、水晶を松ぼっくりの形に彫ってもらってチャームにしてエネルギーを注入しました。ペットのね、首輪とかね、ちょっとハーネスだとかお洋服だとか、はい、あとチェーンだとか何でもつけてあげる、はい、あとはペットのお散歩バッグでもいいし、ゲージにつけといてあげるとペットの消化体が開いてペットの望みが叶いやすく、実現しやすく、そういうこともある。至りに尽くせりですね。また私のホームページ見てもらったら分かりますね。はい、分かりました。そうしたらまず、ペット関係、動物関係で悩んでたら、まず真っ先にこの本を読んでください。そんな感じでしょうかね。役立つと思いますね。こういうことになったと思います。はい、もう表紙も書いてあります。私しか出せない本。地球初と表紙に書いてありますので、はい、ぜひぜひ皆さんお手に取って、ね、見ていただいたら。そうしていただけたら。はい、私が嬉しいんじゃなくてね、やっぱりペット動物たちが喜ぶことになると思います。そうすると、はい、調和がどんどん広がりますね。また分かりました、はい、今日も素敵なお話を本当にありがとうございました。ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。